はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ、日付変わりまして来ましたね。プニットショットナイスショットキャンペーンということで、これはですね、週末土日大チャンスですよ。シーカーも合わせてですね、特殊能力の効果輪廻青年期が中から大ということで、これはラッキーなんじゃないの。僕はなんとかですね、ガチャから爆死しながら輪廻引きました。今ですね、荒釜に勝った回数6回ですね。なのでこの週末に一気に7、8、9、10、11とね、一気に進めれるだけ進めていきたいなと思います。ん？あれ、なんだこれは。荒釜レベル7、知らぬ間に来てるじゃねえか。よくわかりませんけども、もう来ちゃったんで倒しに行きましょうか。さあ、こんなパーティーでいきます。覚醒エンマ、こちらは全ての種族効果アップということで 20% とりあえず置いておきます。結構使っている人多いかと思います。進撃の巨人エレン使っていきます。顔が怖いよね。武器ビーの種族効果アップ 16% アルル使っていきます。アルルは最強です。不思議の種族効果アップがあります。 20%。 さあ、そして今日の主役はこの輪廻青年期使っていきます。ほぼ爆死でゲットしました。もうなんとかゲットしました。さあ、今ね、特殊能力台が来ています。そして荒雲使っていきます。なぜか限界突破プラス3まで来ています。無駄に限界突破しています。さあ、こんなパーティーでいきましょうか。フルパワーでいきます。さあ、あとはうまくね。おっと、5連ミッションいきなり来たか。これはちょっとワンチャンあるんじゃないの。 HP35万なんで、ちょっとこれはそう簡単には削れないと思いますけども、ちょっと狙っていきます。ミッションがね、これ来るのと来ないのでだいぶ違うからね。シーカーも5連ミッションですよ。そして僕はですね、特攻キャラ輪廻とね、なんとかこの荒雲引いたんで、この2体でなんとかいけるのか、追加必要なのか、もしくはグレルリン交換した方がいいのか、とりあえずこれでちょっと様子見ながらいきましょうか。さあ、輪廻5連ミッション、これは外せません。外れたらゼロになっちゃうからね。それがプニットショットの怖いところ。さあ、手がたくいきます。おっと、打ち出しからやべえな。6万超えです。一気にいきました。さすが特殊能力大というだけあって、これはね、ほんと待ってたというかね、これは運営としてもさ、この大を使ってまあギリ倒せるか倒せないのかっていう設定にしてるよね。なのでもう特殊能力のさ、効果アップが来ていないときはほぼ無理です。ほぼ無理ゲーです。どんな難易度設定してんだって話ですよ。さあ、18万5000来ました。一気に来ました。これが連発してくれればワンチャンあるぞ。そして204ポイントさあ、ガンガンいきます。ちょっと残りが刻んでいきましょうか。さあ、元気ドリンクは4つしかありません。今回元気ドリンク、まあいつもなんですけども少ないよね。そしてドロップもね、まあこれも人それぞれだとは思うんだけど、僕の場合はあまり落ちてません。1日1個落ちるか落ちないかっていう感じですね。なのでやばいです。ちょっとじっくりイベント期間をフルに使ってね、攻略するような感じになるかもしれません。さあ、確実に当てていきます。特攻でもミッションがつかないとあまり出ませんね。今回特攻が弱めなのか。さあ、これで15000。さあ、レベル7で HP35万だからね。そしてどんどん上がっていきます。8が51万、そしてレベル9が76万5000、そしてレベル10が83万5000、そしてさらにレベル11もあります。
レベル11がね今回選べるコインということで、結構目玉のねコインをレベル11に持ってきました。なので今回はね無課金攻略難しいかな。とりあえずでもレベル10までは最低でもね攻略して、レベル11がまたイベント最後に特殊能力台が来たら、そのあたりもうまく使って途中追加のキャラも使いつついけるのか。さあ行きましょうか。どんどん行きます。ちょっと時間がね30分厳しい。さあ4連ミッション、このミッションが来ないと厳しい。さあリンネ、この特殊能力大でもっていう感じだよね。1万3000だからもう少し強くしてほしいよね。これ活躍度中じゃなくて大でもいくね、トリプルゼータ。しかも種族相性的に微妙なね種族、なんか有利キャラ持ってきてほしいよね。ここでなんか種族相性悪い設定でリンネ不思議族かいっていうね。さあ3万超え、さあこれでなんとかね倒しきりたい。元気ドリンクまだ先が長いんで、ここであまり元気ドリンクを使いたくない。さあレベル7ですよ。こっからが本気という感じだよね。もう特攻ないとレベル7以降はちょっと厳しいんじゃないかなと思います。 HP 的には前回の極オロチ祝いの時とほぼ同じ、まあ、若干上がってるかなっていう感じでしょうか。さあこれでさあ1万5000微妙に HP が残っている。そして97ポイント、ちょっとワイポイントをね稼がないとですね、リンネにだいぶ持っていかれました。ガチャで持っていかれて、さらにこのレベル上限解放でも持っていかれてっていうね。なんとかでもねレベル80まで上げましたよ。結構これレベル上げだけでも大変です。さあ残り8600は削り切りたい。さあ頑張れ。これは下を転がすパターン、このプニットショットはルートは2つ、上から行くか下から行くかと。さあ微妙に残りましたね。ミリも残ってないけどわずかに残ってしまいました。これはいやらしいな。17000、残り1400、そして101ポイント。さあ行きます。おお行きましたね。さあなんとかですねレベル7倒しました。さあそれではですね1-1大桑の神の攻略やっていきます。ガチャからですねこのワルニャンゲットできたんですよ。いつもね SSS ランクのキャラゲットできないことが多いんですけども、今回このワルニャンこれ強いんですよ。こちらを使ってですね攻略やっていきます。ワルニャンが特攻があるんだよね。なのでワルニャンゲットしたらこの1-1ワンチャンあるんじゃないかなと思います。今回の裏マップ前座むちゃむちゃ強いです。こんなパーティーでいきます。さあシャンプータップでデカプに周囲を消す、プリチッパでいきます。ゾディアライア、こちらスキルで復活があります。ワンチャンあります。さあこのステージはランク縛りということでダブルゼータまでしか使えません。 L ゼ使っていきます。つながりやすくなる。さあこちらはですねちょっとこっちの大角の方にピンを刺しておいて、フィーバーインからの必殺技ぶっ放しでいきます。さあとにかく強い。今回ワルニャンがダメージアップの特殊能力があるんで、まあ、いかにワルニャンをねフィーバータイム中にいっぱい打つかっていうことを考えていけば攻略見えてくるんじゃないでしょうか。さあそしてワルニャンのデカプに作っておいて、さあデカプに作ります。
そしてすかさずワルニャン、もう打てるだけワルニャン打っていきます。そして復活からのワルニャン、さあもう一発これでいけるか。タップ行きましたね。むちゃむちゃ強い。なんとかですね倒すことができました。ワルニャン強え。本当は悪そうな顔してるよね。